押切健也 VS 八神隆之世界タイトルマッチをお楽しみにしていただいた皆様、こんばんは、電脳喫煙でございます。というわけで、とうとうやってきてまいりました、押切健也戦。いやー、ちょっとね、まあ、個人的にはちょっとこの届き検討ジム、このユースラはね、非常にちょっと楽しくやらせていただいていたので、割と押切健也戦緊張しておりますだってあんなに強いってみんなが言うからさ、ちょっと緊張してますね。で、まあこの押切健也と戦っていく、そして勝っていくということはですね、まあこの届き検討ジムのユースドラマが一つの終わり、区切りを迎えるということで、実はね、ちょっと初めてこのユースドラマ一つを完結させるので、まあどういう感じでね、一つ一つが終わっていくんだろうというところも気になってはいるので、いやー、しっかり、はい、勝っていきたいと思います。戦い前のちょっとお顔を取っておきましょう。でさ、この後ろのこの佐久間さんたちもさ、あれ、なんか喋ってくれなくなっちゃったな。あ、そうそう、とうとう八神念願のリベンジマッチか。あ、早い、自分以外の試合でこんな楽しみ久々だ。いやー、こんなこと思ってくれてんだな。なんかもうちょっといいステージ用意してあげたかったけどいや、この人結構なチャンピオンクラスだからね、押切健也もすごいとは思うんだけど、なんかちょっと公民館ぐらいでやりたかったな。会長、なあ会長、そこは用意してくれなかったか。で、一応まあちょっと押切健也が怖かったので、このスキル伝授でね、こう最近取ったやつ、このランスとか、これ佐久間さんの技だよな。あと頑張ってこれ取ったね、ボコボコラッシュ EX 中に三角のラッシュとか、あとね、あ、これこれ、ぶち抜きストレート、これ結構いいんじゃないかなと思っていて、確実にターンが取れる必殺技、発動が相手がまあスタミナ切れ状態、まあ俺結構フックを多用してるので、あのボディに効いたらね、スタミナって切れやすいんですよ、このゲーム。なので結構相性いいんじゃないのかなと。まあただ EX ゲージを最大まで蓄積しておかないと発動できないので、まあだから使いどころだよね、 EX ゲージのその辺を考えながらやらないとなというところと、あと追い込まれた時、自身の体力ゲージが赤状態で、まあ瀕死状態な時に EX ゲージが最大まで蓄積されていると、これもまたね、 EX クロスカウンターが出るということで、ちょっとこの押切健也戦は EX ゲージにまあ注意しつつ、まあフックなり、そうだな、小技を使っていければなと、まあ思うわけですよ。意外とね、こういうため技とかね、トリプルジャブとかも、はい、強いので、まあいろいろなんとか戦っていけたらなと思うわけですが、で、まあレベルはね、そこまで上げてないね。あ、まあなんかこう成長したそのままの状態だと思うんですけれども、いやー、まあまたしてもあれなので、はい、もう実質世界タイトルマッチ、フェザー級かライト級かなんか分かんないけども、押切健也戦、押切健也戦でボクシングの楽しみ教えてやりましょう。やってこう。あ、ごめんなさいもう慌ただしい。よっしゃ、行こう。どれほど、あ、応援来てくれてんじゃん。あれ、ジムのみんなどこ行った？あ、まさはそれに健也くんも来て、いや、俺は佐久間さんに見てほしいのよ。人間ができている佐久間さん、あと鬼竹さんとか、はい、みんなどこ行ったんだ。はい、大事な勝負ですから。八神さん。まあそうだよな、健也からしてもそうなるよね。八神さん、俺どっちを応援したらいいのかな。友達思いの健也くん、押し切りを応援してやってくれ、うん、まあそうだね、全力でぶつかってこそ楽しみを、うん、教えてあげられるからね。押し切り、押し切り、遠慮はいらね、全力でかかってこい。オーナー行くで。いや、もう始まる？そのつもりや、叩きのめしたるでいい。いや、すっごい傷だな。で、お、これだからお父さんにやられたってことだよな。いやー、うおい、まあ、ちゃんと八神隆之もこのなんかを感じてるよね。あ、始まっちゃう。あー、やった、みんないるこれさ、ちゃんと人多くなってるよね、最初に比べたら。
拳。いやもう怪物なのよ。期待の練習生、え、その期待の練習生って名前でやってたっけ。あ、いいですね。いやちょっと待てよ、ガードも硬いな。いやちょっと、おい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 、ジャブで打っていくしかないのか。いやちょっと待って、ガード硬ってえな。フックとか言ってらんねえぞ。いやちょっと待て、なんか戦いにく、いや今までにおらんタイプよ。でちょっと佐久間さんの技を借りたら貯めて、これいいのよ、このガードが。あ、いいね、佐久間さんの技いいよこれね。三角貯めた後に貯めるって必要があるんだけど、ガードを貫通すんのよ。今避けられたけど、これ結構多用してく。あっ、あぶね、貯めないといけないけど当たれ、うわ、これだからいけるってわけでもないな。あ、今んとこ欲張らずジャブよ。何やってんの八神孝之さん。おっかおっかおっか、いやでも佐久間さんの技強え強えぞ。いった、意外とパンチ力ないか。いやでもそっか、佐久間さん見ててくれよ俺のランスを。よっしゃよっしゃよっしゃ。いやどうする、どうするよ。おーナイス、今のカウンター効いたんじゃね。あ、ランスいいぞ。もう今までの戦い方と全然違うけど、あ、おお、今のは俺の戦い方だったよね。フック、え、左フック、右フック、左フックからのストレート、いいよ。まあさすがに、え、これでは倒れないよな。押し切り、あ、よかったここで倒れられたら俺の時間のもう。いやでも意外と、いやでも油断はしちゃいけない、圧倒的に返されるさっけも。いやそうだよな、普通のパンチは効かねえよ。スレーとかも結構いけんのかな。いやでもこの、あっと、これはまずいですね。あ、なんかちょっと強くなってきた、なんか強くなってきた。オッケーオッケー、入ってはいるよ。ランス、オッケー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 。そっか、ちょっと俺今回あれだな、体力を見れてないわ、自分の体力を。なんか攻めよう、攻めた方がいい、難しい言うのあ、オッケー、 EX ゲージを貯めた状態で、そう、なんか言いたかったのは、攻め時に攻めようとしすぎちゃって体力を見れてないって話なんだけど、いや対策はしてきたよ、小技もちゃんと勉強してきたからね。さあこの EX ゲージをどう使うか。ちょ、あのラッシュ使いたいんだけど、どういう条件出るんだったっけ。長押しだっけ。でこれランス出ちゃうもんね。とりあえずでも使うか。いやただどう、せっかくだったら、あ、今ちょっと出たよね三角。あぶね、相手のさ、いや出ないか、相手の体力削れば出ると思うんだけどな。確率ダウン取れるやつ、せっかくだから見たいよね。あ、これいくぞ。いや無理か、三角出るタイミング一瞬なんだからさ、これであ、今出たのに。いや6つ、あの一瞬で決めないといけないの。もう普通に殴っててもダウン取れそうだけど、あー、めっちゃ入った、いい感じでめっちゃ入ったわ。まあさすがに押し切り剣ある、押し切りラウンド3まで行くでしょう。ちょっと観客も多いから嬉しいね。もう地元でも有名になってんじゃない、もう東洋太平洋の。あ、あ、あ、押し切り、押し切り許さねえぞ。いや、ウィナーじゃないの。え、ほら周りも見て、あれなんか無料で見れる試合があるって言ったから来たけどみたいななってるよ。右のサラリーマンも怒ってるよこれ。押し切り、おい、こんなんで勝つとは思ってなかった。え、強くなりすぎたか押し切り。ねえ押し切り、ちょっと、いや押し切りよ、いやいやいや、もっと楽しませてよ。まだあんたに楽しみというところを教えられてないもん。こっちが楽しいだけになっちゃったもん。なんやと？なあ、
どうした？もう終わりか？いや、ちょっと失望しちゃうよ。これで終わりなら本当に。くっ。おしきり、この前みたいにキレがないぞ。腕が鈍ってんじゃねえのか？いや、確かに、別に強いと思わなかったよ。おい。おい？あ。これスイッチ入ったな。ナルトで言う白眼みたいになっちゃってる。あら、ダメだな。これ来てるね。押し切り？白眼状態になってる。もしくはシャリンガン？強制。あ、出た。スイッチ入っちゃったよ。押し切り不動の教えが出てきてるね。まずい。これはレフリー止めろ。押し切り、ここまで。いや、ここオーダーが止めないと無理でしょ。どけー。いや、レフリー行くな。もう入るな。レフリー。いや、さすがにあれじゃ終わらないか。ここを破ってこそ。大丈夫かレフリー。マジで、なくなった。レフリー、嘘、さすがにないよね。ケンヤ、やめろ、目覚ますバカ野郎。いや待て、やらせてくれ。だが、いや、そうだよな。なあ、これを分からせるためにやってんだから、ここでやめちまったら意味がね。そうだろ。いや、でも会話できない状態だな。あんたが教えたかったのはボクシングの楽しさだ。だが押し切りは今まともな状態じゃない。まあ、この状態になったらプロなんかなれないもんね。このまま終わせるわけにはいかない。そうだがよ、この殺意の塊の奥にある押し切りを引っ張り出してやる。ぶっ壊せ。ぶっ壊す。来いよ。いや、こっからだね。もうこっから有力始めみたいな感じだよな。いや、でも八神さんは清流高校で元プロレスターで同じような人と戦ったからね。我を忘れる系の怒りに入っちゃう人、要は一緒で、一緒の感じだよ。あら、大変なことになってる。こっからが本当だ。狂気の練習生来たー。さあ、こっからよ。俺がちゃんとやらないといけないわ。悪いけど大きな技やらないからね。もう申し訳ないけど、ジャブってっからね。いや、大きい、なんか入ったけど、あれだな、全然食らってないな。さっきのパンチ力がどこ行った？オッケー、悪くない。やっぱ、基本は当たらないことなんじゃないのかな。あ、佐久間戦でも思ったけど、いや、だからこれがダメなんだって。当たらないこと。いや、それやめよ。ボクサーっぽく戦おう。ちょっと俺のジョブ3連発。ジョブじゃない、ジャブ3連発。なんだ、不発したな。どう戦うのが正解なんだ。ちょっとの油断すると、これ、一気にいかれるよ。あぶんね。ああ、なんで正面入っちゃう。いや、ダメだな。あの後、隙もね。これ、ランサーか。あぶね。やっぱ近づくとダメだ。あ、いやー、結構やってんだけど当たんないな。これ自貧状態だね。オッケー。いや、でもさー、オッケー。いや、ダメー。どうやって EX ゲージを貯めるのはできるけども、正直さ、どうやって向こうの体力ゲージを削る。やっば。いや、それはできたとしても、まともに正面とぶつかり合うと、これ佐久間さんのオープンで、あ、この後ちょっと隙あるけど全然食らってないじゃん。もう一発勝負か。でも体力、いや、オーケー、ナイスカウンター入ったよ。もうそれか、あえて食らってさ、 EX ゲージ溜まった状態でやるかどうかだよね。これどうしよう、使うか。いや、そうだよな、これ結局これしかないもんね。この後、オッケー、ナイス、2発。いや、ちょっと膠着状態だよこれは。ここヒント出してくれるかい。もはや俺割とあんた頼みだったんだけど今。ここヒントくれなかったらセコンドとして意味ないじゃん。
いやでもこれ溜まる一方でどうしようもないもんね。いやよく当てた今、うん、いやでもこうやって丁寧にボクシングしたら勝てっかな。この後ダメなんだよね。あれ振りは大きいけど意外と当たんないんだよ。いやダメだ、それやめよ、それやめよ。どうやって相手の、いやこれやったとてな、あダメダメ。いやそっか、やっぱダメだな。下手に勝負するとこっちが不利だもんね多分この状況。いやそれ当たんないのか。いややべ、突破口がない。どうする、距離も取らせてくれないんよな。いやこれはもう八神さんが食らう方がいいのか。あぶれ、食らった上であの特定条件で発動するやつをやるか。いや外した、あまずいまずいまずい。ランサー佐久間さんの技結構使うんだよな。いや完全に当たらないことはないよ、当たらないことはないんだけど、あと1分。いやこれは自利品だ、どうしよう。いや当たってんだけどな。あこれ体力尽きてない、尽きてないのか、くそ。体力めっちゃあるもんな、あぶね。ジャブやってんだけどね、これは膠着状態と言ってもいいのか。よく言えば戦えてんだけど、これじゃあゲームで勝てないよ。楽しさも教えられないよ、結局勝たないと。でそうこうしてるうちにね、負けちゃうのは八神さんの方だから、このままいくともういっそ赤ゲージになった方がいいのかね。そうだよな多分。オッケー来た。いやちょっと待って、このここでラッシュされたらまずい。どういう状況、うわーもったいねえ。赤ゲージの時に EX ゲージがマックスだったら出るんだよね確か。いや言ってよ、今こそ必要なんだけど。いやもうこうなっちゃうともうどうしようもないから使おうか。さすがにまた待てない。いやさっきのラウンド使うべきだったな、マジでもったいないことした。あ今のアッパー、おっかくかけ、ワンラウンドとりあえず奪いたいね。もうここは仕掛けるよ俺、うん、こっちが食らっても仕方がない。いやすげえ、これは配信チケット売れるぞすげえ出た出た出た、なんかコンボ出た。これは配信チケット売れますよ。もうこの会場だったら SS 席なんかもできちゃったりして300万とかの。さあこっからが勝負よ、冗談言ってないで。あんだけやったのに結構五分未だ五分、マジかよ。そうだな、ガードもうまいことやってんだけどな。結局もう、あーもう切れた、もう俺切れたわもう俺ストレートしか打たない病気になっちゃっていい、もう俺切れました。この膠着状態ストレートしか打ちません、もうストレートで。いやでも、いやいいぞいいぞ、来てんじゃない。ああーもう切れた、はいもう切れた、はいもう切れました。ストレートしか打ちません、もう小作な真似はやめます。ジャブなんていらないですよ、あっぽーあっぽーって、あっぶね、今のフックやばかったな。ちょっと待って、せめて EX 技術食べないと何の意味もないよ。いやいい動きになってんだ、あいやめちゃめちゃいい動きしてる。くそ、今3連発ぐらいでかわしながら打ったよねカウンター。えちょっと待って、うわー技の出す条件ちゃんと見とけばよかった。カウンターとかだっけ、あそっかクロスカウンターって言ってたから、あちょっと待って、 EX 試させて、まずいこれまずい、俺に EX を試させてくれ。ああいうの避けた瞬間でできるのかな、こういうのだよな、ちょっと避けんの意識するわ。早くたまれよ、こういう時に出ないか、三角だよね。それかあれか、あ今出た、今出たのに、あーもったいね。分かった分かった、
ガードだ。教えてくれよ。だから教えてよ。オッケーオッケーオッケー。わあ、でもそっか、またゲージが戻っちゃったな。じゃカウンターの練習していい？いや、ちょっとむずい。カウンターの練習しようとするとむずいな。もう自然戦って、いや負けちゃうよこれ。オッケーオッケー、ナイス。いや、あえてや狙ってんだけどな。でもあれ確定でダウン取れるんだもんね。あれにかけるしかねえな。この EX ブーストどう使うかが勝負の分かれ道よ。いや、むずい。あー、それは避けれた。でもあれを出すためにはちゃんと前出て戦っていかないと。やっぱでも、ね、狙い、まずい。消去、成功法がわからん。来た、もう俺は狙う。今出たのに、まずい。これでよく、これよくない。普通のガードさせて、これにかかってるんですけど、今出たのにもうむずいった。まずい。いや、あー、やっべ、あと一発ダメだ。いや、この一瞬でどうやって殴ればいいの。赤おい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 、マジか。うわー、今押したのに。やーべ、負けちゃう。超長期戦なんだけど。でもこれラウンドいつまでで終わりだっけ。4で終わりだったっけ、まさかの。ちょっと判定負けは嫌なんだけど。あのタイミングどうやんだよ。単純に避ければいいってもんじゃないもんね。でどうせ今 EX 使ってもあれだから。いや、でもここで2ラウンド取られるのはまずいからな。もう俺は今あえてちょっと赤ゲージ何度望んでるんだけど、いや、ちょっとここ待つか。あれ、これルール的に何ゲームまでだっけ。やる気はあるよ。あ、なんで、どういうこと。え、う、え、う、え、う、え、え、何勝ち、判定勝ち。クリーンヒット率184。あ、すんごい、ダウン1回したのになんか余裕で勝てる。ねえ、それ柔道ルールみたいなあんのこれ、どういうこと。ラウンド4で終わりだったのかよ。おい、なん、おい、決めたかったぜ最後。どうした、かかってこいよ。ぶっ壊せ。ぶっ壊す、ぶっ壊したら。いや、そうだよな、まだ分かってないよね。判定負けで負けてもなんか分かんないよね、楽しさ。なあ、それは本当に申し訳ないと思っている。押し切り、お前ボクシング好きなんだよな。今のお前のそれはボクシングか。違うだろ、ただ俺をぶっ壊そうとしているだけだ。来ましたよ、カイアパート。ボクシング、一応なんかその自我みたいなところはあるんだよね、この状態でも。おやじさんがお前叩き込んだ人を壊すための手段じゃない。お前が轟に教えられたもの。ボクシングで、ボクシングで全力で俺にかかって。あら、ボイスがありましたね。もう1ラウンドあるのか、なんだったらもう4ラウンド。あ、すまん。押し切り、剣屋に戻っている。殺人マシンから。八神さん、もう大丈夫や、せやかで工藤。そうか、それじゃあ試合再開だな。え、なんかあんまりボクシングで勝ってないのに押し切りさん普通に戻っちゃった。八神さん、やろうや、今度こそ本気のボクシングっちゅうやつをな。いや、なんか判定勝ちで申し訳ないんだけど、ちょっと今度こそは勝たせてもらおうかな。いや、でもこれだからさらに
強くなるのか、それとも弱くなる、どっち？また吠える。本日3回目、待望の超新星や。なるほどな、どんどん進化してる。いやでもなんか怖さはなくなったよ、さっきほど。ここは、あー、おい、裏水拳みたいなのな、いやできんの。相変わらずガードは硬いね。せっかくだからちゃんと、うわ強いぞこいつ。何が強いとは言えないけど、動きが速く感じるね。ボディボディ、いやもう基礎に帰るわ、俺の基礎に帰るね。俺がこれまでスパーしてきた、いやもう防御しすぎ。俺の基礎が何も通じねえ。いやでもなんか暴走モード終わったから、あー、うわすげえ、間入ってた。意外と体力削れてるから、これ EX ゲージ貯めたらね、いけるかもしんないよね。もう俺はもうストレート男になってるよ、危険を。あ、ほら今のこの一瞬で EX ゲージが溜まってたらいけるから、あ、意外とちょっと基礎に戻ってみようかな。てか普通になんか勝てそうだよ。やっぱり暴走モードはお前にとって必要なんじゃなかったのか。あの状態で壊すっていうこと以外にちゃんとボクシングができたらお前は世界チャンピオンになれるよ。今のお前じゃ無理よ正直、だって割と当たるもん。割と当たるしダウン取れそうだもん。なんかやっぱりあの押し切りが最強なんだよ今のお前は。そんなにだよ正直、悪いけど、申し訳ないけど、俺の中で佐久間さんの方が勝ってる気がするもんな。あ佐久間さん。あ、てかもうこうなったら佐久間さんのやつが強いんだった、そういえば。さあもうじき EX ゲージが溜まるので、ジャブも当たるもんね、さっきも当たらなかったやつが。いいよ全力でぶつかってます。よっしゃ、体力削っていこう、体力を削る。あ、普通のアッパーで倒しちゃった。いやワンラウンド目に倒れるならそんな強くない気がしてきたな。やっぱ暴走押し切り剣矢が必要だったんじゃないのか。さあなんとか、いや体力削りたい、1回ぐらいチャンスありそうだけどな。いやでもなんかこの避けて、うん、いやー当たったか。なんか避けた上でフックとか打つのすげえかっこいいよね。まあそういう技を持ってるからできてるんだろうけど、いやもう教えてくれる。いやだ。なんかあるでしょう、あんたが教えてきた押し切り剣矢なんだから。楽しませてくれ。ここに来て全く頼りないね。ここ俺スウェーでこのアッパー好きなんだよな。当たるかな、スウェーアッパー。うわー強え。いやでも俺の基礎に帰ろう。肌さえ打ってればなんとかなるよ。 OK。 いや1回ぐらいお見せしたいね。てか何だったらそれで決めたいよね。もうここ攻めるよ俺。いやー代償はでかい、体力回復させるな、俺は見たいんだよ。いやそのガード強えわ、ダウン取られたとて頑張るよ俺は。いや見えてきた見えてきた、 OK、 見えてはきている。これ三角押しとく、ずっと三角押しておく。あーまたやっちゃったよ、今一瞬丸押しちゃった。もうなんでそう。あでもまだチャンスある、まだチャンスある。もうちょっとぐらいフック殴って、いやもう俺の体力が、ああー俺の体力が尽きる。あーもう普通に倒しちゃうよな。うわほんとワンチャンス、もう一回立ち上がってくれ押し切り剣矢頼む。あいやでもいけるか、立ち上がるか、ワンチャンある。いやなしか、いやこれは立ち上がると信じてるよ押し切り剣矢。お前なら世界チャンプになるんだろ押し切り剣矢。聞いてねえぞ。600、今さら600上がっても。おい結局あの自我を失ってた押し切る不動が教えた瞬間だけめちゃくちゃ強いだけで、まあ、割と高校生級じゃねえか普通に。
あ、もうみんな帰っちゃったよ。あんま面白くなかったから。なんとかなったか。まあ確かに強かったよ、暴走中は。ちょっと押し切り、もうちょっとやろうや。おい、大丈夫か。八神さん、おっちゃん。くよ。ボクシングって、格闘技って、こんなに楽しいもんやったんや。いやなんか節々であったけどさ、なんかちょっとスラムダンク意識してない？この轟健闘ジムって。なんで気づかへんかったんやろ。なんかちょっとあるよな、バスケって楽しいですねとか、俺にはバスケしかないしないんですよみたいな、似たような言葉あったよな。あーもったいね。度胸フルマックス。押し切り、押し切り大丈夫か。まあ結構戦っちゃったからね。おう、いやでもなんか一歩じゃないわ、一個心配してんのは、押し切る不動がなんか偉人町に来てたりするんだっけ、探してるんだっけなあ。約束覚えてるな。安心せえ、約束は守る。そうか、感謝する。八神ありがとう、剣屋にボクシングを教えてくれて。いやーこれで轟健闘ジムともお別れになっちゃうのかね。押し切りはきっともう大丈夫だ。あんたがずっと伝えたかったことがようやく伝わったんだからな。ああ。どうした、鬼岳さん。八神。おい、ジムの前に、あ、ん、お父さん来ちゃったんじゃないの、やっぱりあのゴリラ。クソゴリラ、モヒカンというかね、ヒゲつながってるおっさん。言葉のチョイスが下手くそ。あ、でもおっさんはいなさそうだね。なんだこいつら。うーわ、そっちか。